般若の呪い。声でうなりながら鬼の犬がクロードの方へ近づいていた。やめたかに見えたが、ただの思い違い。クロードを生け捕りにしろ。わしの巻物ではないか。なくしたはずの。地獄に落ちろ。死んでもらうぞ。死肉とな、ホライより人は人を。クマは猛虎兵に捕まり腹をすかせたままだ。クロードを食おうというのか、うなり声を上げている。死んでもらうぞ。闇ガラス。思惑を止める手立ては一つしかない。その魂を食われる前に僧侶たちを救うことだ。クロードは鳥居を抜けると怪しげな村に出た。その光景に思わず息を呑む。イオが送り出したのは鬼の杖。クロードの首を切り落とさんと高ぶっている。地獄に落ちろ。死んでもらうぞ。
今捕虜を逃がしても近くの敵に殺されてしまう。闇ガラス。助けてくれ。主の尽力は水泡にキスだけ。捕虜の体は無事であったが、魂は塔に食われていた。闇ガラス。善なきことを。捕虜の魂は救い損ねたが、イオの分身を打ち倒し、ゼイを退けた。イオの声はもう届かない。なれど、イオは敗れたのか。もしくは、すでに他の地へ狙いを定めたのだろうか。